ソフトバンク先発は東山、今日が4試合目の登板です。まず立ち上がり福田セカンドゴロ、それから大城セカンドゴロなどしっかりと打ち取る形でアウトを取っていきます。まあランナー1人出しましたけど、まあ、上手に抑えましたね。まずまずのスタートになりました東山、1回0点。一方オリックス先発はアルバス、前回今季8勝で挙げました。ツーアウトなしから今宮がセンター前ヒットで出塁します。ただ4番の松田は右奥打ちましたが、ちょうど守っているシフトの正面でした。これはでも今日のアルバースは本当に良かったですからね。0対0で迎える4回です。東浜ノーアウトランナー1塁とランナーを出して西野を迎えます。ここでランナースタート、三振ゲッツー、大きいプレーでした。でこの後のボール良かったですね、後藤へ。これがね、今日一番良かったですね、最高の球でしたね、はい、この辺からちょっとずつ東山が状態を上げていこうかなという雰囲気は確かにありました。で5回です、ノーアウトランナー1塁、バファローズはアルバース、ノーアウト1塁から内川がセンターフライ、まあ、なかなか自分のバッティングをさせてもらえませんからでしたね。上手にタイミング外してね、ボール球に誘い込むんですよ、これアルバースはこれから気をつけなきゃいけませんね、はい、1、2塁とチャンスを作ったものを上林レフトフライ。6回です、東山ノーアウトランナー1塁、バッター吉田正尚、低めのボールで打ち取りましたが、これがセカンドへの内野安打。まあ吉田の強いスイングからやっぱりトップスピンかかるとなかなかね、球が高く上がって抑えてるんですけどね、ノーアウト1塁でピッチャー交代で、2人目がなんとこの場面で泉が登場してまいりました、はい、これはいきなりメネセスに左中間を破られるタイムリーツーベースを打たれ、バファローズが先制点。まあここで開き倒れたと言ってましたからね、はい、泉がこの後2、3塁という場面ですが、後藤セカンドゴロ、1点でしとぎました。立派でした。すると6回裏、ツーアウト1塁からランナー川島が盗塁に成功します。これで2アウトランナー2塁、よく走りましたね。そしてこのランナーにチャンスを松田が生かします。右中間を破っていくタイムリーツーベース、同点。さすが4番です。1対1、追いついたソフトバンクで、泉投手の方は7回、次のイニング開幕時でマウンドに上がります。ここはもうなんか自分らしさよく出してましたね。先ほどの、あのピンチを乗り越えたんだからというような感じのマウンドでしたね、若月三振、西浦ファーストゴロ、福田ショートゴロ、三者凡退、リズムよく抑えました。ルーキーが1イニングしてベテランに変わったような感じに確かにね、人変わったような感じで、するとその後2番手吉田拓真から内川のレフトスタンドへ第2号のソロホームラン、勝ち越し点ですよね、内川らしい、やっとなんか内川のバッティングしましたね、2対1いい雰囲気です、ベンチも。そして8回には海野、こちらは海野はもうね、4月も1ヶ月間実績積んでますんで、余裕ですよね、本当に自分のピッチングをしてますよね、はい、ルーキーリレードラフト1位海野はもう貫禄を見せました。そして8回裏ですが、ワンアウト1塁、バファローズは澤野を持ってきています。デスパイネが、これはその前の球がちょっとだけ甘くなったというところなんですよ、ですから、まあ、デスパイネのやっぱ調子が上がってきたと言っても過言じゃないんじゃないですか、はい、レフト前タイムリーで3対1、はい、2点あれば十分でした。森唯人、伏見を見逃し三振、代打小島にヒットを打たれますが、杉本を見逃し三振、この球はね、さすがですよ。そして頓宮も、はい、もう完璧ですね、ゲームセット、西武の数もトップタイとなった森、そして何といって